ごく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 。ぷはー。和服を着て、渋い緑茶を飲みながら眺める美しい日本の景色。今僕はまさに、日本を体で感じている。珍しく和服を着てると思ったら、何に浸ってるのよ。あ、キツネさん。見ての通り日本に浸ってたんだよ。また YouTube の動画か何かを見て影響を受けたのかしらね。いやいや、日本ってやっぱり昔から住んでるのもあるけど、いろんな季節があって、いろんな生き物がいて、ほんといい国だと思わない？そうね、確かに日本は生き物の宝庫で、先進国の中でもトップクラスの種類の生き物がいるし、日本にしか生息していない固有種もたくさんいる、素晴らしい国だからね。でしょでしょ？でもその中には、本当は日本にいない生き物が混ざってるかもしれないのよ。え？というわけで今回は、実は外来種だった生き物について紹介するわ。日本には、元からいた在来種、もともといなかった外来種が存在していて、最近では、テレビでも外来種問題が、いろんな形でピックアップされているわね。池の水を抜くやつとか？そうそう、ヌートリアとか、ワニガメとかヒアリとか。そのあたりの生き物であれば、誰でもすぐに外来種とわかるんだけど、その中には、え、日本の生き物ですけど、みたいな顔をした外来種もいるのよ。そんな生き物いるのかな？まず最初に紹介するのは鯉よ。いきなり予想外すぎる。鯉といえば模様の美しい、鯉のぼりとして日本の文化にも定着している生き物。日本の古いお屋敷でも、池で飼われているようなイメージのある魚だけど、鯉はもともと、中央アジア原産、自然分布域はユーラシア大陸と言われ、世界中に輸入され、そのたくましさから温帯、亜熱帯域に広く分布することに。日本にいる鯉のほとんどは、大昔に中国から移ってきたものだと考えられていて、自然、縄文時代の貝塚からも化石が発見されているんだけど、関東平野や琵琶湖などごく一部では、野生の在来種の鯉も分布しており、一部は在来種だったけど、今では、ほとんど外来種の鯉しか見られないわ。ああ、日本の風物詩だと思っていたのに。ん？でも、中国から移ってきたのって、縄文時代？いやいや、キツネさん、さすがにそれだけ昔から日本にいるなら、もはや外来種じゃないでしょ。いいえ、外来種は何百年、何千年経っても外来種のままよ。へ？外来種と聞くと、ざっくり、外国の生き物という捉え方をする人が多いし、外来生物法という法律での外来生物は、明治時代以降に日本に導入された生物種に限定されてるけど、環境省が定義している外来種とはこんな感じで、時代を問わず、導入された理由が意図的、非意図的を問わず、人為的、人間の活動の影響であること、人間がペットとして持ち込んできたもの、人間の体に付着してきた場合も同じ扱い、この条件に当てはまり、もともといない場所から移入された場合に外来種となるから、鯉のように、入ってきたのが自然の大昔であっても、もともとそこにいないなら、ずっと外来種のままなのよ。え、それじゃあ渡り鳥とかは？海外からやってきたりするから外来種？渡り鳥や魚など、自分の力で海を横断できるような場合は外来種にならないわ。さっきも言った通り、人為的に持ち込まれたかどうかがキーポイントだからね。ふむ、ということは、日本にいないペットが逃げ出しても外来種になるんだね。それじゃあ、外来種について大体分かったところで、次の生き物を紹介するわ。次に紹介するのは猫じゃらしよ。え？あんなに小さい頃から身近な植物なのに？なかなかびっくりするわよね。猫じゃらしの和名は、エノコログサという、ブラシのような穂をつけるイネ科の植物で、猫の目の前で振るとじゃれついてくることから、猫じゃらしという俗称がつけられたものの、エノコログサの名前の由来は、穂の部分が犬の尻尾に似ている、イヌッコログサが転じたものだと言われ、漢字でも、犬の尻尾を意味するエノコログサと書かれるわ。猫がじゃれるのに、犬の尻尾が元ネタとは。日本全土で当たり前のように見られる雑草で、畑にも荒れ地にも自生するんだけど、実は縄文時代前半までは日本にはおらず、阿波作とともに、阿波の雑草として移入されたと考えられてるわ。やっぱりそれだけ昔からいるなら、外来種とは思わないよね。もともとエノコログサは阿波の原種で、食用に使える穀物でもあるため、乾燥させた方を集め、細かい毛を取り除いて空入りすれば食べられるんだけど、火を入れると、香ばしい匂いになり、ポップコーンみたいな風味になるそうよ。むむ、今度食べてみようかな。次に紹介するのは、ニジマスよ。ニジマスは、サケ目サケ科に分類される食用魚で、
日本では養殖や釣りも盛んで、この魚釣り堀とかでよく釣られてるような。ニジマスはもともとカムチャツカ半島からアラスカ、カナダなど水温の低い環境で暮らしていた魚。英名ではレインボートラウトという、ザ・外国の魚という名前で呼ばれているんだけど、日本には1877年に輸入され、それ以降、全国各地の渓流などで養殖、放流が盛んに行われることに。ニジマスは、産卵床を作る際に底を掘り返す習性があるため、イワナなどその他の在来種の産卵床を荒らしてしまうだけでなく、餌の奪い合いなども起き、外来生物法において要注意外来生物に指定されてしまっているのよ。これって、結構実害が出ているのでは。そのため、世界、日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されているほどで、県内でも在来種と勘違いしている人が多く、自然のためにと放流を行う地域もあるのよね。ああ、本当の在来種たちは。また、ニジマスは、養殖も盛んに行われ、静岡県では、平成27年に1077トンもの生産が行われ、サーモンの代用魚、サーモントラウトとして品種改良が行われたり、水産資源としての価値など、人間の都合で見過ごされている部分があるのよね。本当に侵略しているのは、人間社会の方なのでは？ちなみに、本当の在来種のマスは、こちらの国マスの方。かつて、秋田県の田沢湖の海に生息していた固有種で、1940年に一時絶滅したと思われたものの、2010年に山梨県の西湖で発見され、野生個体は絶滅したけど、現在でも人工飼育が続けられているわ。次に紹介するのはハトよ。ハトってまさかのあのハト？そうそう、みんな街中や駅前でもよく見かけるあのドバトモ外来種で、もともとはヨーロッパ、中央アジア、北アフリカなどの乾燥地帯に生息していたものの、人に慣れやすい性格から飼われるようになり、食用や伝令用、愛玩用なども多数作られ、日本にやってきたのは1500年前の飛鳥時代頃と言われているわ。500年以上も昔なんだな。古来から鳩は、八百万の神の使いなど、神社でも神聖な扱いを受けていたため、日本では殺生はもちろん禁止、餌を与えることが功徳とされる時代もあったのよ。今はもちろん餌やりはダメだけどね。長年人間に保護されてきたエリアでは、人の足を踏みつけるほど無警戒な鳩もおり、明治時代以降になると、欧米から伝書鳩が輸入され、新聞社で利用されたり、戦争が始まると、本格的に伝書鳩の研究が行われて実戦にも導入されたわ。この辺りの歴史は、伝書鳩の動画でも紹介しているからそちらを見てほしいわ。鳩が外来種として、何か影響を与えてることはあるの？鳥だから、在来種の昆虫を食べたりすることはあるかもしれないけど、それよりも、観光客などが餌付けをすることで、観光地や歴史的建造物の近くに鳩が集まり、尿が金属の腐食を促進したり、糞に含まれるクリプトコッカスが、人体に悪影響を与えたり、糞害が与える影響が、様々な公共の場所で問題になっているわね。そういえば公園にも、鳩の餌やり禁止って看板あったな。次に紹介するのは、ジャバネゴキブリよ。いきなりゴキブリの話は勘弁してよ。まあまあ、本物の写真は出さないから安心しなさい。でも、ジャバネって、どの家にも出てくる、あれが外来種なの？ええ、ジャバネゴキブリは、もともとアフリカに自然分布していたものだと考えられていて、具体的な移入時期は不明なものの、日本に限らず、世界中のいろんな国に移入されることに。その理由は、みんなお察しの通り、生命力の強さ。ゴキブリは世界に5000種以上生息し、国内に出てくるのはごく一部なんだけど、大型のものが卵から成虫になるまで2年もかかるサイクルに対して、ジャバネゴキブリはなんと最短3ヶ月で成虫へと成長するわ。は、早すぎる。約2年間で6世代も交代して環境にすぐ適応し、建物さえあれば越冬も可能。人間の食べ物なら何でも食べる雑食性で、活動可能な温度ならどこでも生きられる。その見た目から不快害虫の代表格でもあるんだけど、実害もあって、食中毒の原因になる微生物を媒介し、死骸や糞がアレルギーの元になるのよね。見た目だけじゃなくて実害もあるなんて。日本の台所には、いろんな種類のゴキブリが現れるんだけど、実は、日本の在来種のゴキブリは、ヤマトゴキブリという国家主食の一種だけ。寒さに強いという特徴があり、2012年には北海道札幌市でも卵が確認されたそうよ。北海道にはゴキブリがいないのが魅力だったのに。次に紹介するのはシロアリよ。
木を食い荒らす木造建築の天敵と言われる害虫のシロアリ。その経済的被害は年間数千億円と言われ、火災による被害に匹敵するほど。名前にアリとついているけど、その分類はアリではなくゴキブリの仲間と言われてるわ。またゴキブリ関連の昆虫だった。でも木を食べるのは知ってたけど、外来種なのは初耳だよ。シロアリも全てが外来種ではなく、実は細かく分けるといろんな種類があり、特に被害が多いのはヤマトシロアリ、イエシロアリ、アメリカ関西シロアリの3種類で、その中でも在来種なのはヤマトシロアリのみで、他の2種類は外来種。どちらも輸入されている木材や家具を経由して輸入されたと考えられているわ。やっぱりそういうところに紛れ込んじゃうんだね。ヤマトシロアリとイエシロアリは地下で生活する土壌性に対して、アメリカ関西シロアリは非土壌性で乾いた木材の中で生活する特徴を持ち、木の中のわずかな水分を使って穴を開けながらアリの巣のようなものを作り、気がつくと建物全体の木材に穴を開けられ、耐震強度が大きく低下することも。体長1センチ程度の目に見えづらい脅威だけど、命にも関わる恐ろしい昆虫なのよね。いつの間にか家がスカスカって怖すぎる。次に紹介するのはニホンヨモリよ。体長10から14センチほど、灰色がかった体で、九州から東北まで幅広い地域に生息しているヤモリね。いやいや、思いっきり名前に日本ってついてるじゃん。そうよね、不思議よね。なんで他人事なの？家を守ってくれるから、ヤモリとも呼ばれる彼らは、窓や壁に張り付き、光などに集まってきた昆虫を食べてくれる頼もしい爬虫類として親しまれてきたけど、実は日本固有種ではなく、ユーラシア大陸からの外来種と考えられていて、移入された時期は定かじゃないけど、平安時代以降と考えられているわ。ってことは1000年以上前になるのかな。日本ヤモリが発見されたのは江戸時代末期、シーボルトが入手した標本をもとに新種認定し、それから近年まで日本在来種と思われ、日本ヤモリなんて和名が付けられたんだけど、近年中国に生息している日本ヤモリの遺伝子を比較したところ、ほとんど違いがなく、平安時代以前の和歌などに日本ヤモリの記述が見られないことから、それ以降に中国との貿易船を通じて持ち込まれた外来種である可能性が高いそうなのよ。まさかすぎる発見だ。今では遺伝子分析のコストも低くなって、こうした常識が覆っているようね。和名が変わらないとややこしいままのような。最後に紹介するのは猫よ。あの猫が、猫って外来種だったの？今現在ペット化されている猫たちの元をたどると、約6000年前にも遡り、中東から北アフリカに分布するリビア山猫の中から人間に懐きやすい個体を飼育し続け、時に愛玩動物として、時に穀物を狙うネズミ版として、時に神様のような扱いを受けたりして、人間の歴史に寄り添いながら猫は生き残り続け、世界中に移入されていったわ。飼いならされたのは人間の方だったのでは？日本にやってきた時代は定かではないものの、奈良時代頃の経典に、書物をネズミから守る疫獣として中国から猫を輸入したことが書かれているわ。ルーツは中東付近にあるものの、人為的に生み出された猫、家猫は本来の生息地を持たず、世界中でただの外来種ではない侵略的外来種と呼ばれているわ。え、侵略的？侵略的外来種、これは生態系や人間社会に重要な影響を及ぼす生き物を指す言葉で、例えばペットの猫がスズメや昆虫を捕まえてきたり、隣の家の庭に糞をしたり、とても可愛い生き物だけど社会に及ぼす影響も計り知れないわ。冷静に考えたら確かに。猫はとても俊敏で木登りも得意、爪と牙を持った優秀なハンターで、遊びのハンティングとして昆虫、鳥類、爬虫類など様々な動物を襲ってしまい、人間に飼われていない野良猫たちも生きるためにたくさんの生き物を捕食しているわ。ああ、こんな可愛いのにそんな影響が。これに関しては猫が悪いのではなく、人間が外飼いをしたりしてなければ防げるもの。不幸な猫を減らし、生態系を守るためにも猫の取り扱いには十分注意してね。変な生き物チャンネル。以上が実は外来種だった生き物についての紹介よ。たぬきさんは気になった生き物はいたかしら？猫じゃらしとかハトとか当たり前にいる生き物も外来種ってことにびっくりしたけど、最後の猫が恐ろしいハンターだって話が割とショック。それについてはまたいつか深掘りしたいと思うけど、外来種という言葉は最近
悪者とかネガティブなイメージが持たれつつあるんだけど、外来種というのは平たく言うと日本出身じゃない海外出身の生き物というだけよ。在来種は正義で外来種は悪というシンプルな対立構造で考えるのではなく、それぞれの生き物の分布や影響度を考えて個別で多様を考えるのが大事なのよ。なるほどな。ところでずっと気になってたんだけど、タヌキさん着物の着付けが左前になっているんだけど大丈夫なの？前から気になってたんだけど、ちょくちょく間違えてるわよね。ほえ。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。